海底幹線は、千葉県袖ヶ浦市の東京ガス、袖ヶ浦工場から東京湾の下をくぐって、東京と江東区の東京ガス陸揚げ、ガバナステーションまでを結んでいる天然ガスのパイプラインである。全長は約2 6トルあり、東京湾の海底に溝を掘削してその中に交換を埋める形で建設されている。東京ガスでは、神奈川の根岸工場から、 東京都、埼玉県を回って千葉県の袖ヶ浦工場まで東京都心の外周を大きく囲う全長約 216km の陸上環状幹線というガスパイプラインを保有して都市ガスの供給を行っていた陸上環状幹線がまだ建設中であった1971年5月に東京ガスに供給幹線部が発足して以来 陸上環状幹線に加えて、袖ヶ浦工場から東京都心へ向かうパイプラインを加えることで、輸送幹線を複数化し、都市ガス供給のより一層の安定確保を図るという観点から海底幹線と湾間道路幹線の建設検討が行われていた。1973年から計画推進のための各種情報の収集を開始し、関係官庁と接触を進めた。 各艦長からの基本的了解が得られ、大まかなルートも決定されたことから、1974年2月に本格的な調査工事を開始することになった。1950年代から海底パイプラインの建設が、アメリカ合衆国のルイジアナ州沖やペルシャ湾における海底油田などで行われるようになった。しかしこうしたパイプラインは、深海や気象条件の悪い場所で布設することに、 重点を置いており、また、油性の寿命に合わせた、対応年数で良いとされていた。これに対して、東京湾のように船舶の航行が、極めて多い環境下で、海底パイプラインを敷設する工事は、当時世界でも珍しいものであった。また、長期耐久性と安全性に重点を置いた、パイプラインを敷設する技術については、調査と検討が必要であった。 そこで、日本国外の海洋工事コンサルタントの技術的な指導のもと、まず敷設を予定する環境の十分な調査が行われ、海底の土質、海の深さ、潮流、波浪、掘削埋め戻しの工事の際の海水の濁り、ルート上の障害物などが調査された。その結果をもとに詳細な設計と工程の作成が進められた。そして航行する船舶の怒りにより、 導管を傷つけられないように、東京湾で最大となる25万トン級船舶が、導管直上で怒りを落としたり、船が流されて怒りを引きずったりといった事象を想定して繰り返し、実験と調査を行った。こうした検討の結果、パイプラインの材質として、高圧パイプライン用鉱管規格で最も広く使用されているアメリカ石油協会のハイテストラインパイプ規格後、 LXX65 を採用した。交渉の後傾は 600mm、外径 609.6mm、肉厚 15.9mm、設計圧力は7 0 k g ス、平方センチメートルとし、溶接法は、自動イナートガスアーク溶接、自動サブマージドアーク溶接を使用した。交換の腐食を防止するための塗り服装は、プラスチックライニングを採用した。また、 外部電源法による電気防食を採用した。銅管の付設時の外力に対する安定性、埋設後の安定性などを検討して、銅管の比重を1.23となるようにすることにし、比重調整のためのコンクリートコーティングを行うことにした。銅管は海底を掘削した底に付設した上で山砂を使って埋め戻すようにした。 銅管に対して土かぶりが3メートルあれば最悪条件での怒りの影響に対しても安全であるとして海底を4メートル掘削して設置し銅管の上部から埋め戻し後の海底まで3メートルを確保するようにした掘削した底の幅は3メートルあり両側の糊り面勾配は余裕を見て1対1として海底面での掘削幅は最大11メートルとなった また地震国であるため様々な耐震対策を施した。不設した交換自体が非常に強度が高く転然性も優れており、世界的にも類を見ないほど厳しい耐震設計を適用した。さらに、海底幹線の両端に関心機、緊急遮断弁、放散等を設置して、震度6以上の大地震に際して自動的に緊急措置が講じられるようにした。 1976年7月に海底幹線の同管敷設工事に着手した。工事は水中をウォータージェットで掘削する工事と校内施設を日本交換がグラブ掘削と埋め戻しを東亜建設工業が交換の敷設とライザー部を新日本製鉄が担当した。まず工場で塗り服装を終えた全長12メートルの交換を 新日鉄機密製鉄所隣に設けた陸上ヤードで2本ずつ溶接し、コンクリートコーティングを行っておいた。付設作業は、推進や船舶の航行状況に応じて、起点側の約300メートルと終点側の約900メートルを浮遊栄光法で、それ以外のワンオーブを付設線法で実施した。 付接線法のうち、荒川河口に近い約2100メートル部分は、水深が浅いため小型の船を使用した。導管を付接する水を掘削する工事は、袖ヶ浦側約300メートルと新木場側約3000メートルについては、導管を付接する前にクラブを用いて掘削しておいた。一方これ以外の部分については導管を付接した後に、 水中ジェット、水中ポンプを用いて屈削した。浮遊泳光法は、100メートルから200メートル程度の長さに溶接した銅管に、フローターを取り付けて、海上輸送し、クレーンで所定の高さに吊り上げてから大船上で溶接してつなぎ合わせ、所定の場所に付接していく方法である。一方、付接船法は、船の上で銅管をつなぎ合わせてから海底に沈めていく方式で、 新日本製鉄の朽設船第2黒潮を用いて袖が裏側から1日約300メートル程度の速さで施行していった。同管朽設後に水中ジェットを用いて掘削する方式の部分では朽設工事の約1ヶ月後に日本交換所有の掘削船第2安全が掘削工事を実施した。戦場から高い圧力の水を掘削機に送り、 ノズルから噴出させて海底に溝を掘って掘り起こされた土砂は水中ポンプで吸い上げられる。一度に規定の深さまで掘削すると動管に生じる応力が大きくなる恐れがあるとして2回に分けて掘削を行い1ヶ月で約 6km 前進する速さで掘削を行った。掘削後、東亜建設工業のリクレーマー船。 カミツリを改造した船で、土運船が運んできた土砂を、連続的にすくい込んで、上護管を通して海底に落として、銅管を付設した溝を埋め戻していった。その後、鳴らし船により海底面を引き鳴らしていった。以上のいずれの作業も、船が一隻で稼働するのではなく、交代作業員や海上での補給物資を運ぶ船や、他の航行船舶に対する安全確保のための警戒船など、 10隻余りの船が船団を形成して作業を進めていった。付設作業は1976年7月から11月にかけて水中ジェットによる掘削は8月から12月にかけて実施した。埋め戻し工事は翌1977年1月から10月までかけて実施し、その後完成検査を実施した。完成検査では 設計圧力の1.5倍以上の圧力をかけた耐圧試験と設計圧力の1.1倍以上の圧力をかけた機密試験を実施した。海底幹線の工事が行われている間、陸揚げガバナステーションから東京湾岸道路に設けた共同港を通じて大井ガバナステーションに接続する湾間幹線の工事も進められた。当時はこの途中に東京ガス。 豊洲工場もあった。こうした工事が1977年12月に完成して12月28日から稼働を開始した。運用開始後はガスの喪失圧、到着圧、流量、温度などが常時計測され、異常があれば直ちに遮断が行われる安全管理が行われている。また海底に埋設した導管の漏洩検査のために、サイドスキャンソナーを利用した漏洩。 海底面状況検査が定期的に行われている。ルート周辺で他の企業者が実施する工事に対しても常時把握して、随時協議を行う体制が取られている。その後、2008年に中央幹線や駅が、2010年に中央幹線通期が完成し、海底幹線の新規バリク上げガバナステーションは、東側で中央幹線とも接続されるようになり、 環状幹線の中央部を南北に結ぶルートが完成した。2017年現在、新木バリクアゲガバノステーションの西側は、湾間幹線及び京浜幹線を通じて、大西島 LNG 基地へとつながっている。ありがとうございます。